ところでね、まあ本人が笑うかもわからないけど、来年の話していいですか。来年、1月の24日、堺の宿宅というところで、僕らも出ますんで、まあ出ますんで、よろしく。ね、2月の8日やな。そう、長野津。何ですか？クラブマッシブで、また出ますので、なかなかいいイベントだと思いますので、皆さん来てください。いつも、高槻っていうのは、まだ日にち分からへん、5月やな。それマーキーちゃうやん。それジャッキーやん。何ジャッキー。ほんなら、今日はね、今日初めての人、手挙げて。お前らどうだよ。お前らどうだよ。後ろ。どうだよ。じゃあ、おかしないか。マーティーのライブ初めての人って聞いとる。そこの美人。ない、笑わない。美人言われて黙んない。その気になってる。びっくりよ、ほんま。なんちゃったことすんだよ。今から説明しよう。マーキーのライブ今まで見に来たけども、ちょっと若干一名なんか派手なのね、女性がいますけど、はい、シャンクスでね、あ、単に赤が見えたらシャンクス言ってるだけやん。滑ってるぞ、お前滑ってるぞ。なんでねーみたいな感じで、でちゃんと説明させてよ。この間寺ヶ池っていうところで僕らライブイベントさせてもらったんですけども、その時にトリオを取ってもらった、トリオをやってはったソスーンっていうバンドの、ボーカル兼サックスの、ゆかさんは、ゆかさんです。中学校3年。